ではここから5回1 2 3 4ラストいくぞ5、はい、あとは自分で頑張って押せるところまで押す。最後床まで持って頑張る体重かかと体重かかと体重かかと、よし、いいだろ、これ合格ね。はい、次君やってみよう。よく見とけよ、どう違うのかっていう。今のは非常によかったよ。柔軟性はなくてもこういう形でできる。決して彼は柔軟性はあるとか言えないのか。でもできる。握って、上を向いて、握り幅もっと広く。よし。はい、頭から出す。早く。ゆっくり慎重にやりすぎる。まずこれ、剣を締める。じゃあ行ってみるよ。1 2ここで止まっとくよ。だいたいいいんだけど、体重の重心のかけ方はこれは惜しい。なぜなら今体重がしっかりとかかとに預けながら後ろにかけてないわけ。本来は体重をかかとの方に乗っけていきながら自分の体重を後ろに何か寄りかかる、倒れ込むような形で持っていく。了解。はい、3いいときよ、重心。そうここでバランスね。はい、4今のいいぞ。後ろに倒れかかる、寄りかかる。そう、はい、ラスト、後ろにもう倒れる、寄りかかる、後ろに。 OK、 正確に。はい、かかと、いいよね、よくなったでしょ。はい、次ラスト、もう一人いくぞ。行ってみよう。重心のかけ方がポイントになってきます。二人とも今できてるから、ね、ラスト決めてください。きつめに飾りじゃないから食べると足合わせなくして、はい、できる限り上に行って頭から行くように頑張る。骨盤前傾し、じゃあ行くぞ。よし、今太ももが内旋してる、これを直す。2、あと今みんな見てくれよ、つま先に体重が下ろせば下ろすほどかかってるでしょ。これはまずいんだよ、かかとにかけていく。はい、3かかと、はい、4かかと、はい、ラストいくぞ。5、はい、終わり。今3人の中では一番ちょっとフォームが良くないよね。これは柔軟性が欠けるためになる。要するに重心の移動というのが、ね、今本来は重心ってそんなに移動しちゃならない。今若干前の方にグって移ろうとしてる。それを耐えてるわけですよね。最初の前半の2人は全部体重うまくかかとに預ける。その違い、これを次意識していくから。いいね。